聞配達か。バイクじゃなくてあれなんですね。あれだ、多分最近統合が進んでるんですよね。新聞屋さんもやっぱしもうその細かく拠点を置いとくだけのでは採算が取れなくなっちゃって、で拠点をでかくしてるんで、多分遠方の方から来るやつはあれでしょうね、もう車で配るんでしょうね。バイクでやっとね、遠方まで行くの大変ですからね。そういうことなんでしょうね。バイクで遠方まで、なんかすごい綺麗な、綺麗にしてたな、さっきのところ。民家じゃないんかな、なんか旅館に改装してるのかな、古民家を。そんな感じの雰囲気でしたけどね。どこ？あとの自分たち、自分のために情報入れよう。新町下地っていうところらしいですけど、そこになんかちょっと調べて、お店だったら出しておきます。いい感じの雰囲気でしたよ。およそ300メートル先、斜め左方向です。斜め左ね、あら、了解よ。斜め左、ここのコートか。斜め左方向です。これか。あ、ここか。なるほどな。はい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 。1km 道なりです。そんなり。大丈夫か、こんなこと言ってて。そうだ、すっげえ素朴なんですけど、バイクでね、遠方に行くの大変だっていう話、今ちらっとしてたじゃないですか。それで多分車に配ってるのかなって。郵便局って言うて、全部、まあ、バイクで配るじゃないですか、郵便はね。基本、まあ、私はその郵便物を車に配るっていうのをやってたんでね、ちょっと特殊でしたけど。およそ400メートル先、峰中前を右方向です。右？そこか？右方向です。それ右。そこもシュッシュッって言っとるし、あれ、あ、でもこれもうあれだね、北近畿、京都丹後鉄道走ってる感じみたいですね。今踏切が見えた感じだと。あ、でそう、郵便局ね、ですからその範囲内でやっぱ車に配るわけなんですけど、最近結構一局で見るエリアが広がってる局とかもあるんで、そのそれぞれ配達区っていうのがあって、まあ当然近くの区もあるし、遠くの区もあって、で私だと比較的近いところずっと配ってたんですよね。うん、駅前のあたりとかなんだってですからね。桜内を進みます。桜アンチを進む？よくわからん。うん。なんか走ってる。ここ？道なり。道なりでいいのね。なんか食の都とかあるんだ。へえ。あ、桜内っていう地名なんだね。あ、で、うちがもう、話してるうちにどんどんと、新しい展開が出てくるので、わーってなって、ガーってなって、ガーってなるんで、バーってなってますけどね。なんだったっけ、その、とっつきの問題ね。だから、とっつきって言ってもわかんねえんだ。その、配達区、
がそれぞれあってっていうところで、だから局員の人はもう今とっつきてので話題でわかると思うんですけど、説明しないとさすがに左ね、はい、なんだったっけ、そのとっつきの説明しないといけないって話で、とっつきっていうのは何かというと、その配達がいろいろとありますよっていうので、まあそれぞれ一人行くなり、まあ肉持ったりすることもあるんですけど、その日にね、で、なん、まあ、ね、慣れてる人は、いろんな国行きたりがあるんですよ。ここ左？どこ？ここ？これ？は？おい、おい、おい、おい。補足ね。2km 道なりです。なんだからさ、補足ね、これ。あとで答え合わせするけど、これ絶対ここに行った方が楽だよね。ねえ。Google 先生、とにかく最短ルートを結んでね、これ。で、そんなことは置いといてですよ。うん、で、その、なんだっけ、その配達区に行くのに、まあ、歌わせながらその近くのところを配ってて、そんなに気にならないんですけど、遠いところだと、やっぱ、その最初の配達先に行くまでの距離がすっげえ長いエリア、ところなんてのもあるわけですよね。で、よそのうちのおった四日市のところはそんな言うて遠いって言っても多分30分40分ぐらいのところぐらいまでしかないんじゃないかなっていうところなんですけどぐらい。ですけど遠いところって多分相当遠いところがあるんですよ。その郵便局を出発してから1軒目の配達先に行くまでのことをとっつきって呼ぶんですよ。このとっつきの時間っていうのがその区によって違うんで、だからそのとっつきの時間がどれぐらいあるかでその配達する数量をある程度鑑みないといけないよねっていうところがあるんですよね。それは、はい、スタートします、もう目の前のところから配れます、隣のにね、マンション建っておったらそのマンションからね、グランドメゾンが建っておったらグランドメゾンから配れますっていうようなね、ところだったらねいいじゃないですか。そんなとっつきも下手くもないですよね、すぐですからね、なんですけど、あ、違うか、あそこの配達区だと先にあれかな、大和不動産の方とか配ってからかなって局出てシュッと行ってねになりますけども、そんなレベルですよ。30秒1分ぐらいの差ですからね、その差でも。およそ300m 先、右方向です。ただやっぱかかるところだと、うちのね、そのところでも30分かかりましたけど、多分四日市の西だったらもっと遠いところあるはずですし。で、何これ どうする？めっちゃ JR 西日本の踏切があるけど、これ単鉄なんだ。右方向です。どこ？めちゃくちゃ JR 西日本と一緒のやつだけど、これ単鉄ですね。え、ここか。これで国道に持ってたのかな。めっちゃ連れとるし、そう、そのとっつきまでの時間ね、一番長いところってどれぐらい長いところあるんでしょうね、とっつき。で、とっつきが30、もう20分超えるようなところだったら前走基地作るんで、その昼休憩とかではいちいち戻ってきたりはしないはずなんですよ。うちはそのやっぱ近くにおったらね、もう昼休憩も原則戻ってくるっていうような段組で組んでありましたけど、まあ、結局ずっと配りっぱなしみたいな時も結構ゲフン、ちゃんとね、戻ってきてね、休憩をね、取ってからね、再出発できないっていう、ね、ことになってますからね、あれなんですけど、で、そんな話は置いといて、まあ連想キットとかが作ってね、それで、毎回戻ってこないようにはするんですけど、とはいえ最初の行きと帰りはね戻ってこないといけないんで、とっつきが一番遠いところってどこなんだろうな。
もし、ま、あの、見ている方で、郵便局員の方がいらっしゃってね、うん、知ってる方がいらっしゃったら、教えていただけると、嬉しいなと思います。うちのところ、これぐらい、何分ぐらいかかる、何キロぐらいある、先にある、とっつきまで何キロぐらいあるところありますよ、みたいなね、教えてもらったら、私が、へーって言って、また、会話のネタにさせていただきます。